お疲れ様です。ポンタです。今日もですね、信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いします。で、本日ですね、ちょっと本題に入る前にちょっと嬉しいことあったのでご報告なんですけれども、先日公式生放送で、はい、ハゲと言っちゃ悪いんですけれども、このスクリーンショットコンテストですごい取り上げられて笑いを落とした人いたじゃないですか。このラフさんっていう人なんですけど、海線山線みたいな感じでなんかすごいハゲの連続が来てすげえ嬉しいみたいな、そういうスクショで受賞されてた方がいたんですけど、でこの方ですね、僕ちょっと公式のツイッターでツイートされてたので、はい、僕褒めたんですよ。ハゲのセンス最高です、褒めてる方なんですけど、そしたらこの人がですね、僕波動を始めたのがですね、僕のおかげだって言ってくれてて、まあ、そんな人が、はい、スクリーンショットコンテストまで募集してくれるというぐらいハマってくれてですね、嬉しかったというそんなエピソードでございました。で、本日なんですけれども、添付についてちょっと聞かれたので、同じクランの中で、ま、おまんじゅうさんなんですけど、はい、同じクランっていうか同じ一問の中で質問があって、星6か星7の800ランクの対象と星2か3くらいの900の対象とどちらがいいんですかねみたいなことを言っていて、すごい悩んでらっしゃったんですね。で、これ結構確かにいい質問だなと思ったんですよ。カンスト気味の人と、まあ、カンストしてない人でどっちがいいのか。ただカンストしてない人の方がテンプが高いんだよね。まあ、ポテンシャルから言ったらテンプ高い人の方に当然なるんですけど、はい。テンプがですね、低くてもカンストしちゃうことあるじゃないですか。僕、このあれなんかそうなんですよ。はい。この、しばらく担げなんか対してね、課金もしてないのに1年間続けただけでも、見てください、調整ランク7ですよ。はい、テンパ850の柴田勝家がカンストしております。じゃあ、柴田勝家を使うべきなのかっていうところですよね。僕もちょっと悩んではいます。柴田勝家、そんな思い入れがないに武田信玄編成にしてるんですけど、武田信玄はですね、見てみると、調整ランク、全然課金とかそんなしてない僕でも、調整ランク4になっております。で、この2人をですね、ちょっと、比べてみたんですね。戦わしてみたんですけど、どう戦ったかっていうと、単純に同じですね、弓レベル20のやつに突っ込んでったんですけど、戦闘ログを見てますね。で、そうすると、野党に突っ込んでいったんですけど、はい。で、野党にですね、894与えてるんですよ。で、40の損害かな。はい。890の損害、40の損害。まあ、これ覚えておいてくださいね。最後、会心で蹴りをつけてるんですけど、で、次にですね、武田信玄どういう感じかというと、はい、まあ、ですね、760の攻撃、今46の損害なんですね。まあ、損害の方はその同じぐらいかなって感じなんですけど、やっぱり、なんだろうか、890と760なんで、まあ、ほぼほぼ 20% ぐらいやっぱり武田信玄の方が弱いんですよね、攻撃。まあ、当たり前ですね、数値がもともと低いんで。なので、まあ、シンプルに言ってカンストした人は、当たり前の話ですよ。ごめんなさい。当たり前だよって言われるかもしれないんですけど、はい。まあ、当たり前と言われるかもしれないんですが、能力値が、まあ、武勇372あり、まあ、こっちの信玄はいくつだっけな。よいしょ。武勇203なので、まあ、統率も245ということでね。まあ、そんなわけです。全然、なんていうのかな。勝家の方が強いです。ぶっちゃけ。ただ、じゃあ、添付900の勝家、添付850の、柴田勝家を使うかっていうと、また技能とかちょっとあるんですよね。で、武勇もプラス 4%、効果時間、有利状態もプラス 10% です。戦法ですよね、一番違うのが。はい。対象を含む敵3部隊に武勇 200% の攻撃し、動揺不要。動揺っていうのが、戦法が発動しなくなる。まあ、戦法発動しなくなるとめちゃくちゃ強くて。でしかも3部隊ですからね、600% の攻撃を炸裂させられるというところになっております。かてや信玄なんですけど、はい。で、敵2部隊に知略 200% の攻撃ですので、まあ、400ですね。攻撃力だけ、先方の火力だけ見ると、やっぱり信玄の実は弱いんですよね。ただ、彼は、この自身と一文字を組む味方3部隊の攻撃防御武勇知略を 40% 上昇させるっていうところがえぐくて、で、対前不要。対前はこう、状態変化を受け付けなくなるっていうところで、うん。まあ、混乱とかしなくなるっていう意味でね、まあ、そういう意味でめちゃくちゃ強い感じになります。はい。
割とこう鼻筋の状態変化おっかないんで、それを15秒間防げるっていうのは、まあ、何気に、はい、やばい、強いなと思っております。まあ、なので 40% なんで、ね、だから総合的に見て複数の部隊で戦うときは、はい、武田信玄の方がおそらくは強いです。はい、貫突はしてなくても。で、一方で柴田勝家は単独で戦う分には、はい、貫突もしてますし、戦法的にも強いとなっております。で、どっちがいいかっていうのは好みの問題にもなって、連鎖とかもあるんですよね。例えば、まあ、馬場信春が強かったりはするんですけど、よいしょ、失礼しました。まあ、馬場連鎖がこうね、つくんですけど、馬場さんもつくし、あとは誰だろうな、まあ、いい直政あたりもつくのかな。はい、で、その下の連鎖も関わってくるのかなと思いますね。で、よいしょ、承知、佐竹義重なんかつけちゃおうかな。承知した。まあ、こんな感じでつけられると。で、連鎖の数の多さと多様さについては武田信玄の方がやっぱり一目家の一歩リードしてるのかなとは思いますね。で、軽眼とかって、彼はしかも平家適正以上の人数で攻撃防御が上昇するっていうところでね、で、戦法発動速度も速いので、まあ、そういう意味では武田信玄の方がやっぱり技能と戦法においてはおそらく柴田勝家で一歩上、まあ、連鎖においても一歩上かなと思っております。なので、まあ、僕ですね、ここで小生ランク4あったんですけど、4とカンストだったら、まあ、もろもろ込みで考えて今は天賦900の武田信玄を愛用してます。そんなに魔法強いわけじゃないんですけど、信玄好きなんでっていう感じですね。ただやっぱり勝家と信玄を比べて信玄を使っているというところになります。まあ、ま、そうなんですよね、難しいんですけど、で、これでですね、僕試しにあれなんですよ、で、星ゼロのあれを使ってみたんですよ。前田刑事、花の刑事ですね、使ってみたんですけれども、それがですね、全滅しちゃいました。全滅しちゃって、まあ、さすがに星ゼロだと使い物なんねえなっていうところですね。圧倒的勝家のが強いですね。なので、まあ、もうすごい当然なこと言うんですけど、無凸とか一凸ぐらいだったら、まあ、小生ランク7、貫突してる天賦850とか天賦800の方が、まあ、強いと思います。ただ星がですね、3、4ぐらいの差であれば、天賦高い方がもろもろ込みで性能高いかなと個人的には思いますね。はい、小生も大事ですが、まあ、レアリティですよね。まあ、レアリティのところで高い武将というのは非常に、はい、いいかなと思います。で、しかもやっぱり徐々になんですけど、後期というかシーズンが進んでから出てきた武将の方がちょっとこう少しずつ能力がインフレしているので、同じ天賦900でもね。まあ、もちろん、なんだろうか、剣心とか強いのは、まあ、こんなほぼ無課金に近い僕でさえも、こんな僕でさえも小生ランク5まで貯められたっていうところは大きいんですけど、うん、で、小生ランク0のソウンとかつけちゃってはいるんですけどね、うん、まあ、ただソウンとか重なってきたらやっぱ天賦900の、しかも後から出てきたこうね、技能と戦法を生かして上に上がっていくんだろうなとは思います。最終的には好みかなと思います。ゲームなんでね、好きな武将、自分のお好みの武将っていうのを、はい、大事にしてあげればいいかなと思います。僕の武田信玄なんか好きなんでね、大河ドラマ以来好きなんで使っちゃってはいるので、まあ、そういう愛着みたいなところを重要視していただければなとは思うんですけど、はい、まあ、どうなんですかね、ちょっと回答にはなってないかもしれないんですけれども、連鎖率とか総合的に見て、はい、天賦が高くても、あまりにもとつってないと上に上げちゃいけないし、はい、添付が多少低くてもね、特に序盤においては、はい、とつってきたのを優先して上げてあげた方が、上に対処に置いた方がいいかなというところです。まあ、こういうこと言うとね、まあ、すごい全部出た瞬間に貫突するような方からもういい武将使うに決まってんだろって言われるかもしれないですけど、僕らのような、はい、美課金無課金に近い人につきましてはね、はい、とつった人を程よくバランスよく、はい、上に上げていって、添付900の期待の星が重なっていくのを待って、重なってきたら上にする
みたいな、そんな感じがいいのかなとは思います。はい。といったところですね。まあ以上、皆さんの答えをお持ちでしたらよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。